知性発達学者加藤陽平とインテグラルトレーナー相田渡がお送りする成人発達コラボラジオ。さあ始まりました。リスナーの皆様、今回ですね第24回もお聞いてくださりどうもありがとうございます。それではですね、今日もインテグラルトレーナーの渡さんとですねラジオをお届けしたいと思います。渡さん、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回ちょっとこうね、オランダ今週は暑くなるというこう話をしていて、それ以降どうでしょうかね、はい、東京の方は前回から、今ですね、僕実は大分県にいるんですけど、大分はすごいもう涼しくなってきました。あ、そうですか。それはそうなんです、いいですね、はい、もう朝夕結構涼しくて過ごしやすい。そうですね。なのでちょうど宿泊してるホテルに大分ならではといいますか温泉がついてるんですけど、まあ朝と夜の温泉はもう最高ですね。素晴らしそう。素晴らブンダバーですね。素晴らブンダバー懐かしい。まだ賞味期限というかあれは切れてなかったですね。まだ切れてないですよ。長州小力的に切れてないですよ。やばい、今日テンポ上がってる。テンポは上がっていいよね。あっと、あっとっと振り返れてないけど。いやー、いいですね。でも、朝と夕方、2回結構温泉入られてるんですか？いや、まあ正直ですね、朝、やっぱり忙しい時はちょっと時間もなかったり、そうそう、夜も、こう、ラストの時間に間に合わないことがあるんですけど、まあ1日1回は、せっかく大分に来てるしっていうことで、こう、やっぱり温泉めがけて、こう、スケジュールをこう考えている自分はいますね。ああ、素晴らしい。もう大分の温泉最高ですよね、本当。最高ですよ。いやー、特にね、なんか露天。オランダって、あ、どうぞ。あ、すいません。オランダって温泉ってのは出るんですか？いや、オランダ多分温泉は出ないでしょうね。聞いたことちょっとないな。はいはいはい。なのでこうね、結構フィンランドとかに行ってサウナの文化に触れるとかは結構、ね、そうだったやってますけど、オランダにはやっぱないでしょうね、私の知り合いには聞かないな。そうか、そうか。だからいつも日本にこう帰るときに例えば結構最近温泉付きのホテルとかも結構あるじゃないですか。ありますね、はい、あれでね、もう満足してる自分がいて、いや都市にあってその朝焼けを見ながらでも十分気持ちいいんだけど、例えば大分とかになるともう大自然見れるじゃないですか。格別でしょ、ね、そうですね。いいですね。やっぱ別府湾、湾がやっぱり一望できて、朝は朝でいいし、夜は夜でいいし。いやー、いいですね。はい。ちょっとまあ温泉のすすめというか、私もこの間日本に一時帰国した時に初めて温泉ソムリエっていう資格があることを知ってですね。はいはい。ちょっとこう興味持ったんですよね。まあ、やっぱりその温泉もこれもファーマコンなんで、入り方によっては療薬にもなるし毒薬にもなると、どういう順番でね、どんな風に湯をこう体に当てていくかとかで全然違うらしいんですよね。はあ、そうなんだって。あ、やっぱ温泉に関しても無知だったなと思って。やっぱ世の中すごいですよね、この世界って。本当にその知識があるなしで安全にも危なくもなるっていう。いやー、まさに本当サイケデリクスの話ともこれもう全くイコールですよね。いや、本当にそうだと思います。で、これは温泉、サイケデリクス、トレーニングもやっぱりそうでしょうね。原理原則に従わなかったり、やりすぎてしまうと害になる。でももう、世界は全部こうね、療薬毒薬なんかもうメディスンなんでしょうね。そうかですよね、きっとね。そうですね。いやー、いいじゃないですか。じゃあちょっとね、その話でいくと、まあ、今日は、まあ、サイケデリックスの中でもね、ちょっとこう白シビンと呼ばれるキノコに含まれるものをちょっとメインに話していこうかなというふうに思うんですけど、まあ、メインディッシュに入る前に、まあ、前菜としてですね、ちょっと私渡るさんに聞いてみたかったのは、まあ、前回から今回にかけてちょっとこうサイケデリックスに関して何かアップデートする情報とか面白い発見がなかったかどうか、これちょっと一つですね。で、その前にまずちょっと言っておかないといけないなと思ったのが、はい、こうやって渡さんと私サイケデリクス扱ってますけど、やっぱりリスナーの皆様に誤解してほしくないのは、はい、私たちは別にこのサイケデリクスをこう摂取することを推奨しているわけではやっぱりこうなくて、とにもかくにも繰り返しになりますけど、やっぱりこれは口をね、口を酸っぱくと言いますか、何度も言っておかないといけないのは、やっぱり日本ではサイケデリクスというものが基本的にもうこれは違法なので、所持も、まあ、所持が特に厳罰に罰せられ、
で仕様に関しては結構あの抜け道があるんですけど、とにかくちょっとそのレギュレーションに引っかかるっていうことはちょっとこれはね繰り返し多分言っておいた方がいいなっていうふうに思います。例えば今日の、ね、白シビンの話とかする、あそんな効果があるんだってなっても日本では接種できないんで、ちょっと私からの最初冒頭のこう渡るさんにお話を聞く前にちょっとこうポイントは、なのでこういうレギュレーションがあるんで、基本的にスポーツでも何でもそうですけどルールにのっとってそれをやるから面白いわけであって、ルールをやっぱり違反したら当然罰則、イエローカードレッドカードあるわけですよね、ペナルティ、はい、その時に、うん、まあ、私たちが取るべきアクションとして私3つあると思ってて、じゃあサイケデリクスをこの市民として接種したい場合どうするか、特に日本において、うん、これは私は1つはまずは投票行動に出るということですね。サイケデリクスの法案をしようとしている政治家さんを応援するっていうのがまず民主主義社会においてできるアクションだと思うんですよ。これが一つですね、はい、政治参画間接的に、で一方直接的にであれば、はい、いやそうだよなと、サイケデリクスはこんな規制されてるのおかしいと、科学的な知見もあるんで、これは社会にうまい形で実装していく必要があるよねとなったら、公共政策大学院に行ったり、しながらですね、政治家として活動するとか官僚として活動するという、まあ、つまり公共政策の立案あるいは法の立案、こういう形でアクションできるというのは2つ目ですね。はいはいはい。そしてまあ1も2も時間がかかるので、3つ目は、うん、そもそもそういうルールのある国から離れるっていうアクションです。これは多分真っ当な一番、まあ、市民として行える手っ取り早いあの方法で、で私は、まあ、これは日本のそのサイケデリクスレギュレーションもそうだし、まあ、暗号資産に関しても私投資家なんで、暗号資産の規制とかがやっぱり私のファイナンシャルライフを担保してくれない、右下証言でいろいろ不満があるのに日本にいないっていう理由もあって、もちろんその他3つの証言での理由で日本にいないっていう理由もありますけど、でももしレギュレーション納得できないんだったら今の3つのアクションがあるっていうのはちょっとお伝えしたいことですかね。あ、これはでも本当に、うん、実践というかこう実務実動としてはまさにこの3つかに集約されるわけですね。そうですね。で具体的なアクションとしてはこの3つで、あとはもうあのサイケデリクスに関して勉強しておくっていう地道な実践ですかね。これも学習も実践なので、そうですね、うん、来たるべき時を待つみたいなところですかね。そうですね。でまあその1個目の例えば政治家を応援する時でも自分にサイケデリクスの知識がないと応援しようがないだろうし、その政治家が立案しようとしている法律に関しても意見って言えないと思うんですよ。なので、うんうん、やっぱサイケデリクスリテラシーを高めるということはもう子供から大人までやっぱもう私は全員にリテラシーを持ってほしいなというふうに思うんですね。はい。でこういう勉強せず今の3つのアクション以外のことをしてサイケデリクス摂取するっていうのはもうそれはもうあの犯罪なので、もうそれはもう覚悟してもらう必要があるかなっていうふうに思います。はい、はい、というちょっと私からの最初はこれちょっと警告メッセージですね。うん、いやでもとっても大事ですよね。これはね、このまま、うん、はい、やっぱりそうですね、本当インテグラルに学んでいこうとしないとこれはどこかでこう足をすくわれるではないですけど、いや本当そうだと思います。危険ですよね。そうです、うん、今日今朝方相当法律関係調べてて日本とオランダ、はいはいはい、やっぱりですね、ですあの、うん、抜け道とかグレーゾーンが当然たくさんあるんだけど、はい、あるんですね。もうあるから正直うまく機能してない側面もたくさんあるんだけれども、うん、でもまさにその法律条文に該当するような行為をしてしまった場合にはやっぱり重たい場合にはね10年とか、あるいは他国からサイケデリクスを輸入する場合には無期懲役とかにもなってしまいかねないんで、はあ、あるいは右下証言はやっぱちゃんと法律はちゃんとチェックするっていうのはこれはもう本当大事ですよね、うん、ですね。ちょっとまず最初、はい、私からのアップデート情報はそのようなものになります。では渡辺さんどうでしょう、うん、前回からサイケデリクスに関してアップデート情報、面白い発見。はい、こうサイケデリックスの定義っていうのを、まあ、前回前々回とこう考えていったときに、うん、こうまあ、意識拡張だとか、うん、まあ、これをあれまた単語忘れちゃったな、幻覚ではなく先生がおっしゃっていただいた言葉は何が見えるだったっけな、あ、意識の出現か、そうです、表現としてマインドマニフェスティング、そうですね、マインドマニフェスティング、そうですね、でこのマインドマニフェスティングで、うん、例えばその土地柄、例えば何と言いましょう、
模様、うんうん、あのさまざまなあのペイズリー柄だとか、うん、こうその土地土着の、うん、あの模様、うん、だそれがあの各土地によって異なるっていう話、うん、あこれちょっとあのゼミ加藤ゼミナールの方でその話が出てすごい興味深かったなっていうところ。なるほど。それに伴って、はい。まあ、世界の五大宗教、仏教以外は全てサイケデリクスに関するものがあるということでしたっけ、うん、あ、神道以外ですね。今のところ。うん、あ、神道以外か。うん、うん。神道ですね、うん。うん。なんだかそういったことを、まあ、こうネットサーフィン的にちょっとポツポツ調べていっているんですが、うん、まあ、その模様とそのマインドマイフェスティングこの関係についてあのちょっとお聞きしたいなっていうところです。なるほど、面白いですね、僕が調べたことに対して。はい、いや、あたさん面白い、素晴らしいと思いました。確かにまずそのサイケデリックスに関してはとりもかくりもあの定義はもう結構学者によってまちまちだし含めてるものも違うっていう話で前回したと思うんですね。で、私、はい、改めてそこでも私結構やっぱちょっとこの1週間アップデートがあって、うん、サイケデリックスという言葉を誰が作ったか、渡るさんがねこの間指摘してくださったようにあの、うん、ハンフリー・オズモンドですね、オズモンドか、はい、そうで、うん、彼って精神科医なんですよ。で、私これ面白いなと思ったのがジャーナリストがサイケデリックスつけたんじゃなくて、うん、精神科医がつけたっていうところにやっぱり結構学問的な裏打ちのある意味付けをしてるんだなって思ったんですよ。はいはいはい。例えばマジックマッシュルームで誰がつけたかっていうと、これはもともとはゴードン・ワッソンっていうね、うん、アメリカのアマチュアの金学者で、はい、彼がライフ誌っていうアメリカの雑誌に載せるときにやっぱ一般受けしやすいようにマジックマッシュルーム注意を引くためにつけたっていうのがあって、ある意味ちょっとポップ的なんですよね、名前が。はい。でも一方サイケデリックスっていうのはやっぱり今もサイケデリックス学者が使っているようにやっぱその名前の起源に精神科医がつけたっていうところが結構重たい意味があるんだなというふうに思ったんですよね。確かに。そこから日本では例えば幻覚剤っていうハルシオジェンって言われるような名前だとか、あるいは抗精神性薬物っていうのは、これ今日ちょっと英単語知ったんですけど、もともと英単語として知ってたんだけど、うん、日本語で訳すとあそうなんだと思ったのが、抗精神的なっていうのがサイコトロピックっていうんですね。ほうほうほう。あ、なのでそうかそうかと、その言葉が全部違うんだよなってことはちょっと改めて押さえておかないといけないかなというふうに思いましたね。ハルシオジェン、なるほど、サイクロ、うん、サイコトロピック、サイケデリックっていうのがちょっとこう意味合いが違うんですよね、はい、ちょっとここはまずアップデート情報になりますかね。 ありがとうございます。そうか、じゃあこの分け方だったらさらにまた細分化できますよね。できますね。ですね、うん、そうそうそうですね。これヘロイン、コカインなどの、うん、だいぶ危険なものはハルシオジェンもありながらサイコトロピックも引き起こすっていうことになるんですか、ね、ヘロイン、コカインは、いや、ハルシオジェンじゃないんですよね。じゃない、これ、そう、これはちょっと渡るさんにシェアした、はい、あのドキュメントの一番上の方にある分類表、うん、ベンズかな、はい、ちょっと今日別の分類表を入れたわけですけど、うん、薬のタイプ分離と関係性という英語のものの中を見ると、あ、そうですね、ハルシオジェンにはコカインとかヘロインは入ってないんですよ。つまりこれはあの、はい、アレクサンダー・シュルジンの分類でいけば、コカインはアッパー系でヘロインはダウン系なんで、身体に対して、まあ、脳に対してハイにさせる、落ち着かせるっていう効果なんですよ。コカインはハイ、つまり覚醒剤的な感じですね、アンフェタミン的、はいはい、ヘロインは一方麻酔的なんですよ、ダウンさせるアルコール的、うんうんうん、でハルシオジェンは全く全然別区分です。うんうんうん。これ何度も立ち返らないと。これはね、何度も立ち返らないといけないと思いますね。はい。うん、なのでコーヒーはどっちかというとコカインに近い、アルコールはヘロインに近いっていう覚え方ですね。うん、ああ、なるほど。なので例えばコーヒー飲んでるとき、アルコール、ワイン、ビール飲んでるときにビジョン幻覚知覚しますかっていうと、基本知覚しないですよね。何かしら脳の特性がある方はアルコール、カフェインでも知覚するかもしれないけど、基本的にコカイン、ヘロインはビジョン、内的ビジョンを知覚させる力はほぼほぼないですね。ゼロかどうか分かんないけど、ほぼないですね。はい。うん。で、基本的にサイケデリックスと呼ばれているものは、やっぱこうした内的ビジョンを知覚させるような働きがあるんで、一応ハルシオジェンっていう分類にも含まれるけど、ハルシオジェンってくるといろいろ結構入ってくるんですね。
そうそうそう。なので、まあ一番サイケデリックスって呼ばれてるものがベンゼがちっちゃく、それを大きくしたらハルシオジェンになり、でハルシオジェンから漏れてるものにアッパーダウン系とかがあって、うん、コカインヘロインとかが外側になる感じですかね、イメージは。はいはい、うん、なるほどなるほど。ですね、そうですね、うん、そう、まあ、なのでとにもかくにもさっきの渡るさんのご質問に戻ると、やっぱインナービジョンを知覚させるかどうかっていうのが私なりにもやっぱサイケデリックスの定義のやっぱり大きなところだし、うん、学者も基本的にそういう分類を取ってますかね。なるほど。そうなんですよ。でこのインナービジョンがやっぱ奥深くて、昨日もね加藤ゼミでお話ししたように、これ聞きたいです。これね面白いですよね、はい、いやこれはあの私も個人的な体験でやっぱ納得いくのが、やっぱりとにもかくにも、うん、こういう物質を摂取するときのポイントはセットセッティングドースって話前回しました、うん、はい、やっぱりですね、まずそもそも自分が摂取する環境によって知覚されるビジョンもまず変わるんですよ。文化云々じゃない、つまり、うん、何でもいいです。DMT でも LSD でもシロシビンでもいいし、メスカリンでもいいですよ。サボテンに含まれてる、うん。あれを家で取るのか、あるいは公園で取るのか、うん、無機質なビルの中で取るのか、朝、夜、どっち取るのか、電気つけて取るのかによって、やっぱり知覚されるビジョンがそもそも変わるんですよね。すごいな。そう。で、これはやっぱりこう、考えてみると、やっぱり人間と、自然環境が、つまり周りのサラウンディングの環境、エンバイロメントと常に相互作用してるから、やっぱ当たり前といえば当たり前なんだけど、でもそれが本当に内的ビジョンを変えるんですよ。だからどれだけ環境がまず大事かですね。うん。で、そこから環境のところでいくと、今度は文化がこう変わっていくと、やっぱそれもまた全然働き方が違うんですよね。はい、この環境の引導線上で、そもそも、はい、まあ、これはエスノボタニーっていう民族植物学っていう学問や、エスノマイコロジー民族菌学っていう学問分野があって、それ何かっていうと、はい、民族ごとに植物の関係性とか民族ごとに菌類との関係性で違うんですよ。例えば、うん、ね、欧米のある国ではキノコっていうと悪魔の象徴って思われてたり、あるいはキノコを可愛らしい存在とみなしたり、文化ごとに意味付けが全然違うんですね。そうなってくると、どの文化でそれを摂取するかも違います。やっぱこれは何でかというと、もう集合意識が私たちに個人に影響を与えるんで、どの集合意識の中でそれを摂取するかが知覚体験変えるんですよね。すげえ。先生、これ集合意識をこれこのサイケデリックスの体験以外で感じれるインナーワークなるものっていうのはもう瞑想オンリーですか？ああ、いや、私めちゃくちゃグッドクエスチョンですね。あの、本来は瞑想や祈りや祭りとかですね。で、本当であれば国民の祝日とかも深い意味があったはずなんですよ。集合意識につながるお盆とかね。あ、でも今はやっぱそういう文化的意味が希薄になってきてるので、集合的な無意識にかなり深くつながれる実践は個人でできるものは、まあ、やっぱ確かにメディテーションとかになりますかね、今のところは。そうか、うん、そうなんですよ。でもメディテーションだったら25年かかるんですよね。これがだから、まあ、もちろんあれですよ、うん、宝くじに当たるようなもんなんで、なんかこう今日メディテーションして明日いきなりヒットする確率はあるし、30年やっても50年やってもなあ、もう怒んない人もたくさんいます。すげえ、これ面白いな。そうなんです。でもちろん別にそんな効果を狙わないで、瞑想のね心身に与える影響っていうのはあるんで、別にその大きな体験を求めないんであればね、瞑想はすごく本当に効果はありますけど、そうですね、もしこういうサイケデリックスに類似する体験をなんかこうね他に代替できるかって言った時の瞑想は、まあこれは相当ヒット確率は低いでしょうね。はあ、そうかですね。まずそれはありますかね。で、あとでもその他に結構集合意識とつながるっていう観点でいくと、まあ、テクノロジーの進歩で今後はね、メタバースの世界なんていうのも、あれは基本的に、なんでしょう、全然違うリアリティ意識世界だと思うんで、そんなツールもあるし、はい、で、映画で共有されている世界の中に映画の視聴者が入るんで、例えば映画を見るっていうのも、実は、ある種のちっちゃな意識変容は起こってるんですね。はい、はい。うん、うん。
なので集合意識無意識、集合無意識って言ってもいろんな階層やいろんな種類があるんで、うん、サイケデリックと類するものでいくと、まあ、ちょっと映画とかメタバースはちょっと違うのかもしれませんけどね、うん、ああそうか、そうそうそう、ちょっと違いますね、うん、うん、ですね、そうだね、まあ、やっぱりいずれにせよもう武道とかに武術にあるような型ですよね、メディテーションはやっぱ型なんで、うん、こういう意識変容を起こす本来は、はそうそうそう、なのでまあそうですね、文化ごとにこれはだいぶ違いますね、うん、うん、まあ例えばこうね DMT が含まれてるアヤワスカとかも、それがこう本当に伝統的に担保されてるアマゾンで摂取するのと、まあ、やっぱアメリカで摂取するのではやっぱり違うでしょうし、うん、もうそれ無意識的に感じてるってことなんですか？あの無意識的に感じてるっていうところもあるでしょうね。あとはもう抗えないんですよこれって。あの人間側がどうこう、やばいな、人間側がどうこうっていうのはやっぱり私は結構人間中心的な発想だと思ってて、もうなるほど、あのどんなものもやっぱもう私たち人間が気づくような深さを持ってるし、分かんないような働きするんですよね。そう、だから私も DMT、まあ、アヤワスカとかはアメリカでね5回ほど飲んだ時には、基本的にサントダイミー教っていうブラジル土着の新興宗教の宗教儀式で用いられてるから、なんかこうねしっかりとして儀式がこうあった。でもこれをアマゾンのシャーマンに取るのとサントダイミー教を取るのとやっぱだいぶ違うだろうなっていうふうに思いましたかね。そういうことか。そうなんですよ、そうだいぶ違うんだけど、もっと深いところで共通している無意識としては、やっぱりそのアヤワスカはアマゾン起源の物質なので、うん、植物なので、やっぱアマゾンに類するビジョンが知覚されるっていうのはやっぱありますね。日本人でアメリカで接種してもこれはすっごい印象に残ってますね。そう、多分これはちょっと DMT やアヤワスカを扱う今後別の回の時にちょっと深く話したいです。こちらは5回ほど体験があるんで、うん、はあ、聞いてみたいですね。ですね、これはねちょっと面白いですね、うん、ここのまでのとこどうでしょう、今あの渡辺さんのすごく大事な問い、まあ、文化ごとの話ちょっと、うんうんうん、何かまた追加コメントあればと思うんですけど、どうですかね、うん、いや本当ですね、この先住民族であれば使用は禁止されていないものも、うんうん、この州ごとにというか土地ごとによってこう、まあ、国ごとかによって違うっていう話を聞いたりしたときに、これ本当右下的な制度っていうのがかなりカオスになってるなっていうイメージがありましたね。いや、日本でも例えばあの奉仕であれば持っていいとか、そうそうそう、おかしいっすよね。なんだそれあって、うん、それどういうことなんですか？いやー、あの奉仕そのものには多分その白紙瓶とか入ってないからだと思いますね。育っていく過程の中で出ちゃうから、そうですね、作られちゃうからってことかな。奉仕そのものには入ってないから、奉仕は決して幻覚剤でもないわけですよ。だから別に持っててもいいわけですね、うん、つまり、まあ、渡辺さんが例えば卵持ってて卵で逮捕される方は逮捕されないわけじゃないですか、うん、だって卵には別に幻覚剤入ってないから。キノコって言っても全くそうだと思いますよ、うんうんうん、それが大麻取締役法の一つロジックですよね。つまり茎とか種は持っててもいいし食べてもいいし、うん、でも、うんうん、THC っていう成分が含まれているものはとにかく所持はダメなんですよね。これね、今日今朝調べてて面白いなと思いましたし、ちょっと注意はここも必要かなと思ったんですよ。何の兼ね合いでっていうと、まあ、通称サイケデリックツアリズム、何しかサイコトロピックツアリズムと呼ばれるものとの関係で、ちょっとこれは注意がまた必要だなと思いました。それつまり、まあ、そういったツアーなるものという形態を持って国外に接種可能なところに行くツアーってことですか？そう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 、つまりこれはよく何でしたっけ、売春が合法になっている国に行って売春ツアーに出かける日本人がいるのと同じく、サイケデリックスが例えば認められている場所に行って接種するときに、特にあのカンナビスは注意が必要で、なんでかっていうと白紙瓶とかと違って接種したらですね、あの排泄代謝に時間がめちゃくちゃかかるんですよ。で、長さが1週間とか下手すると数週間残るらしいんですね。ほう、でじゃああれですね、そう基本的に、うん、日本に帰ってきた時に
尿検査とか強制されないじゃないですか。強制されたらもうこれ多分憲法に引っかかって逆に人権侵害だと思うんですよ。なんか渡辺さん顔怪しいっすよって言われて、尿検査って言われて、それは基本的にこっちが断れると思うんですよ。多分ね、これもちゃんと調べないといけないけど。でも仮にですけど、なんか尿検査されて出た場合には、これは一応使用に関してあれって思われると思うんですね。でも繰り返し言いますけど、大麻は使用は大丈夫なんですよ。法律上は。所持がダメで。え？そう、使ってるってことは、ね、そうなんですよ。持ってたらところがダメなんですよ。はぁ、あ、はぁはぁ。そう。なので、おしっこ検査引っかかっても大丈夫なんだけど、でも常識的に考えて使用と所持って結びつきやすいんで、ですね、面倒だと思いますね。八虎さんすいませんと。あの、使用別に、罰則はないけど、あんた持ってるかもしれないんで、家調査させてくださいって言って、渡さんが数日間拘束とかされて、家調べられるとか、面倒じゃないですか、それって。確かに。そんなこともあり得るかもしれないんで、っていう話ですね。うん、特にカンナビスの場合。そっか。なんか僕のイメージ、こう、麻薬取締り犬、そのワンちゃんが、クン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 。で、ワンワン、この人、麻薬の匂いが残ってます。っていうので引っかかるイメージがあるんですけど。それも結構あるらしいですね。はあ、それは、別に使ってない場合には、お店に入ったりとか、なんかカンナビスショップ、オランダとか行ってね、うん、入って匂いがついた場合には、確かに麻薬系にワンワンされる可能性はあるみたいですね。でも別にそこでは、使用も所持もしてないから、あ、そっか。そう。ただそこの、それでワンワンされて、ちょっとお部屋でお話しして、多分返されるぐらいだと思いますね。1時間、わかんないけど。なるほどですね。そうそうそう。で、やっぱそういう注意が必要ですよね。サイケデリックツーアリズムする場合には。そうなんですよ。うん。で、白シビンとかは別に代謝が早いし、うん、LSD とかは別にこれは問題ないんですけど、ちょっとカンナビスだけはちょっと注意かなと思い、調べながら、ね。そう。なるほど。そうなんですよ。でも謎ですよね、今の取締役法も。私、今朝やっぱ改めて大麻取締役を読んだんですけど、処置はダメで使用は大丈夫っていうのが、でもやっぱりよく見たら法律的根拠どこにあるのかなって思ったんですよ。もしかしたら都市伝説じゃないかなって思ったぐらい、はいはい、一応法律家の方もね、処置はダメで使用は大丈夫なことを推してる人もいるんですけど、でも大麻取締役を今見ると、例えば第3条かな、第3条とか見ると、基本的に日本で大麻を持っていいのは、あの厚生労働省に認められた大麻取扱者っていう資格がないとダメなんですね。へえ、こんな資格があるみたいなんですよ。これはどんな人がその資格を持つんですか。基本的に大学の研究者じゃないですかね。植物学者じゃない。あ、そういうことか。多分、うん、か、あとはまあ医療関係者でかな、まあ、研究目的だろうね、やっぱね。でそういう人たちでなければ大麻を所持したり栽培したり譲り受けたり譲り渡したり、または研究のため使用してはならないってあるんですよ。これダメじゃんと思って。へえ、うん。でもここ研究のため使用してはならないとあって、でもレクリエーションのため使用してはならないって書かれてないんですよ。なるほどですね。でめっちゃグレーで、いや基本的に日本で捕まってる人たちとか含めて研究目的じゃどっから見てもないじゃないですか。確かに、うん、でもレクリエーションでのため使用してはならないって書いてないから、いやこれレクリエーション的で使ってますって言ったら多分捕まりは、多分罰則はないはずなんですね。でも常識的に考えなんかおかしいよね。レクリエーションと研究で概念の次元が違うのに、研究がダメでレクリエーションがいいっておかしくないですか。なんか、いやー、そうですね。これ、まあ、書いてることが全部ダメで、書いてないこと以外は全部いいとなった時にはもうまさにカオスですよね。カオスです、カオスです、カオスです、うん、だからこそちょっとこれは本当にこう、私も法律の専門家じゃないんで、ちょっと放送の友人に聞いてみたいと思いました、うん、例えばこの解釈だけ見ても分かんないですもん、第三条みたいな、うん、確かに、うん、ですよね。あと例えば第24条の3見てみたら、うんうん、第3条第1項または第2項の規範に規定に違反して大麻を使用した者は5年以下の懲役に処せられたって、使用したものって書いてあるじゃんと思って、使用もダメなんじゃないと思って、だから所持はダメで使用は大丈夫、なんか都市伝説っぽくて怖いなと思うんですよ。うん、だからこれも含めて、とにかく日本ではもうやめてくれって話です。そうですね。いや、もしやりたいんだったら法律変える勉強とアクションしろってことです。はいはい、そう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 。
ルール違反なんで、もう日本では私はもうこれは絶対進められませんねという感じかな、ね、これを読む限り。そうですね、本当これグレーですよね。うん、そうですね、そう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 、というところはちょっとアップデートになりますかね。いやー面白いです、うん、なるほど。じゃあちょっとあと30分で少し白紙瓶の話もいきましょうかね。うん、ぜひ。ではでは、これがね、もう私が一番こう好んでる、一番、あ、そうですか、好んでる。やっぱキノコは可愛いしね。あの、私はキノコフィリアです。キノコ愛好者なんで、もうちょっとキノコ愛好家としてやっぱ白紙瓶はすごく好きで、で、私さんがさっきあの胞子大丈夫って言ってたじゃないですか。うんうん、あのイボチン渡るに朗報がありまして、ほう、あのイボテンさんは大丈夫らしいんですよ。なんじゃそれダメじゃないですか。マジかって。イボテンさん含まれてるキノコも幻覚作用あるんだけど、ベニテングダケとかは所持してても食べても罰せられないって、なんでやねんって話じゃないですか。なんでシロシビマッシュルームだけダメでイボテンさんが大丈夫やねんって話ですよね。もう謎すぎ。それ科学式的にこういう配列が見られるのは全部ダメとか、どこで切り口あるんですかね。あのまずそれだと思います。まずそれで、同時に、はい、あとウィーンに拠点を持っているあの、うん、国際その薬物規制機関があって、そこがレギュレーションなんて見なしたら、ほうほう、もう日本は思考停止状態で、それに即座に従うっていう。なるほどな、ね、そう、うわ、そうなんですよ。ちょっとこれおかしいですよね。だから成分でいくと、白紙瓶成分ダメ、イボテン酸は大丈夫。ちょっとこれ驚きましたね、私も。そうなんですよ。これ前回の LSD と白紙瓶っていうのは、まあ、効果効能的には似通ってますか？似てます、似てます。本当に似てます。効果効能としては、やっぱ最近はその医療目的でやっぱどっちも使われてて、そうなんですよ。うんうん、ただ私のこれを体験としては、はいはい、時間がやっぱ白紙瓶の方がちょっと短いんですよね。お、3から5とか4から6、LSD は8から10に長いんですよ。うん、あとやっぱり効果効能はほぼほぼ似てますし、分子式も似てるんですよね。はい、うんうん、ただやっぱりそのシンセティックな LSD とナチュラルな白紙瓶だと、体験の何でしょうね、相性とか、私はやっぱりもう人工的なものはやっぱダメですね。へえ。なんか違和感があるんですよ。あの基本的に私パンサイキズムの発想を取るって以前紹介したじゃないですか。どんなものにも心がある、はい、それでいくと、うん、LSD の心と白紙瓶の心、どっちが交流しやすいかっていうと、より生命に立脚している白紙瓶の方が交流しやすくて愛着持てるんですね。でこれって本当に面白いんですけど、体験者が愛着持てないものはやっぱどうしてもバッドな方向に行きやすかったり、ちょっとネガティブな体験を引き起こしかねないんで、自分がどんなプレファレンス、指向性を持ってるのかはちょっとはっきりさせないといけないかなっていうのは、私のちょっとこうユーザーガイドです。すごい、そんなことが関係してくるんですね。好む好まないっていう、本当にあると思いますよ。いやもう想像できない世界です。そっか、そうなんですよ。まあそうね。でちょっと今の LSD ちょっと渡さないです。前回扱いましたけど、うん、まあ、白紙瓶今日は扱っても扱いきれないし、うん、LSD もね、はい、前回で話してない話がたくさんあって、例えば LSD も基本的にはこれオランダとか世界各国でレギュレーション1っていうね、一番ちょっとあの規制が厳しい、使えても使えないし持てないし、はい、販売もしちゃいけないんですよね、うん、政府認定のところ、うんうんうん、でもここもめっちゃくちゃあの抜け穴があって、各国、例えば、オランダもそうなんですけど、例えばドイツのベルリンとかではですね、この LSD の、何でしょう、もうめちゃくちゃ似た分子構造なんだけど違うんですね。LSD と全く同じじゃない。こういうものが売られてるんですよ。さらに面白いのが、これ 1CPLSD というのはドイツのベルリンで販売されていて、これって面白いのは、はい、あの、販売されている、お店で売られているその瞬間には LSD の分子構造がちょこっと違うんですね。でも、体内に入れた瞬間に LSD の分子構造になるっていうのがあって、これは OK って。もうなんじゃそれじゃないですか。はあ。そう。で、結局これもドイツでは取り締まられたんですけど、でももうあれですよ。こんな類似品が LSD に関して、ワンサが出て、いたちごっこなんですよね。
これでも、その状況を日本にガボッと当てはめて考えると、もうなんかキリがないから、そう、もういたちごっこだから、もう全部ダメって言っちゃった方がよくねっていうふうになってるような気もしたんですけど。おっしゃる通り。日本はそっち路線ですね。そう。日本は包括規制路線なんで、もう全部ダメっていう。とにかく類似品出たら、はいダメ、はいダメってなってくるんですね。でもオランダとかはこの間ちょっと紹介したように、もう全然政策が違うんですね、薬物政策が。そう、基本的にはハームドラッ、あれですね、ハームリダクションという考え方のもと。あ、そっか、前回は、うんうん、2つ原則があって、大きな原則、今日今朝方調べてちょっとアップデートしたかったのは、ちょっとそこでですね、1つ面白かったのが、はい、あのオランダの薬物政策で2つの原則がありますと。で、1つは、はい、薬物の使用っていうのは公衆衛生の問題であって犯罪でないっていう原則なんですよ。うわ、すげえと思いました。確かに個人目的とかで薬物を使うことそのものっていうのは犯罪じゃなくて、それが社会にどんな害を与えるかなので、はい、パブリックヘルスの問題なんだっていう。すごい、これ大事な発想だと思いましたね、一つ、うん。でもう一つが、ちょっとは、あ、どうぞどうぞ。あ、すいません、うん、なんか話が少し次元が下がってしまうかもしれないですけど、お酒は禁止じゃないけど、お酒を飲みすぎて何か迷惑かけることがあったら犯罪みたいな感じじゃないですか。いや、全く同じですよ。いやいや、同じ同じ。そうです、そうです、うん、そうそうそう。その考え方にちゃんと忠実なんですね。お酒もタバコもそうじゃないですか。お酒そのものやタバコそのものって犯罪じゃないと。じゃあなんで薬物はそんな犯罪扱いするのっていうのがオランダの立場で、めちゃくちゃプラクティカルに考えてるんですね。いや、もし仮にそれを摂取して社会の害になるような、他者に危害を加えるんだったらば、それは犯罪になるでしょうと。だから相当発想リベラルなんですよね、オランダって。確かにな。そっか、加藤先生がオランダ選ばれた理由も、なんか繋がってきそうですね。だって、ちょっと私はね、ちょっとリバタリアン的な発想があるから、このオランダのこの発想ですごく納得できるんですよ。そう。で、もう一つが、ハードドラッグ。例えばヘロイン、コカインと、ソフトドラッグ。はい、THC、カンナビスとか、ちゃんと政策上明確に区別して、はい、薬物による害を減らすっていう、この2原則からですね、オランダの行政がちゃんと管理できるような施設、お店にだけ一定条件でソフトドラッグの販売を許可してる。これがね、オランダの薬物政策ですね。すごいな。なんでそういうのにこう積極的にどん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 、そして柔軟に対応して逐一逐一こうアップデートできるっていう左下があるんですか、このオランダの政府機関。いや、多分これ私のすごく大事なお話をしてて、私もやっぱそこ関心があるんですよね。で、仮説でいくと、まあ、やっぱりそもそもオランダが、はい、多分もう建国の時代からかなりそのリベラルさを大事にするっていうのはやっぱりあると思うんですよ。じゃないと小国なんで生き残れないんですね。なんかこうあまりにもカチッとした規制しちゃうと、グローバルでどんなことが起こってるのかにうまく対応できなかったりするんで、とにかく政策とかも合理性を発揮して柔軟に変えていくっていう文化が多分オランダは長くもう昔からあったと思うんですよね。そうか。この下地はやっぱりちょっと大きいなっていうふうに思いますよね。なるほどですね、うん、そうですね。そう、まあそれが一つかな。あとはそもそもオランダがこうした薬物に関していろいろ考えさせられるような、まあ、苦戦した歴史もあったんでしょうね。それが東インド会社時代の例えばアヘンの話だとか、オランダの今アヘン法っていうのは今でもこうありますんで、それを見た時にはやっぱり砂糖と、うん、ココアじゃないね、カカオ豆かな、砂糖、コーヒー、それから薬物っていうのは結構オランダの資本主義の発展にすごく大事な役割をしてたので、やっぱその大事な役割を果たすものについてはしっかり考えてきた文化的下地があるんじゃないかなっていうのは、この間どっかの博物館行きながらちょっと思ってたところですかね、うん、へえ、いや、すごく納得しました。でもまさにそういった小国で柔軟にいかないと他国に取り残されていくって発想でいけば、日本頑張ろうぜって感じですよね。いや、本当そうだと思います。だと思いますね。そうなんですよ。そう、それで、ね、ちゃんとオランダはこれが、その薬物政策がかなりうまくいってるっていうところがやっぱ大事で、ドラッグのね、使用による死亡事故って欧州の中で一番低いですよ。へえ。そう。で、さらにはドラッグ中毒者に対する例えば施設支援策っていうのはやっぱ充実してるんで、社会復帰体制とかもあるっていう、そういう左下右下がやっぱ強いですね、ドラッグに関係してオランダのものは。確かに。うん。
そうなんですよね。で当然やっぱりここでもすごいのはやっぱオランダも分かってるんですね。この薬物規制そのものもやっぱ完璧なものじゃないので、より良い規制の枠組みをね、はい、常に模索している、で柔軟に変更していくっていう姿勢を絶えず持ってるっていうところやっぱ大事なような気がしますね。これすごいな。でもこれ公共政策自体が引いては、うん、公衆衛生につながってるっていうふうにもなんか見えそうな気がしました。いやもうやっぱそれ両方本当に密接につながってるでしょうね、公共政策。そうか、特にそのドラッグ関係のものはやっぱもう公衆衛生と密接につながってるような気がしてて、はは、私は結局公衆衛生につながるっていうことは文化や経済にも当然つながると思うんですよ、うんうんうん、人口1億人薬物中毒だったら経済活動でうまくいかないと思うんで、だどれだけだからドラッグ政策で大事かっていう、はい、はあ、なるほどことですよね。なんかそれはねちょっと思いましたね。そう、あとこの話でいくとやっぱりもう、うん、こう政治とのつながりっていうのはね避けて通れないなと思ってて、今回扱ってる白紙瓶って例えばオブセッシブコンパルシブディスオーダー、強迫性症候群、PTSD、トラウマへの治癒効果とか、ディプレッションですね、うつへの効果っていうのが明らかになってきていると。でさらには、タバコ中毒からの脱却とかですね、アルコール中毒からの脱却も分かってるんだけど、ここで私がやっぱり怖いなと思うのは、それはタバコ業界、アルコール業界、面白くないだろうなと思います、この発見事故は。確かに。ですよね。だから私はちょっと、まあ、怒れてるんですよ、アルコールとタバコ業界、めっちゃ強いから、力が。薬物依存の治療研究として白紙瓶が使われてるっていうのは、ね、こう初めてこの白紙瓶とかマジックマッシュルームって単語を聞いた人にとっては、薬物で薬物を治すのかって感じですよね。そうでしょうね。そうでしょうね。うん、うん、うん。でしょうね。そして産業化強そうだな。タバコと、そうね、アルコール業界からの圧力は結構強いかなと。でもやっぱりもうそこも私たち市民がちゃんとした知識を持つことっていうのが大事で、それでいくとアメリカとかはもうやっぱりこう白紙瓶とかの力が強くなってるんですよね。で実際にコロラド州、ワシントン州とかはもう白紙瓶がまあ脱犯罪化されてるし、ね、以前紹介したカリフォルニアのオークランドでは私の知人のねジョハン・カメスターで公聴会に呼ばれて、自治体レベルでも白紙瓶が違法じゃなくなってきてるし、私がちょっと今度行こうと思ってるマサチューセッツ州、もうこれももう近いから脱犯罪化が実現しそうだっていうニュース見ましたんで、すげえ。結構もうタバコ業界、アルコール業界にももう有無を言わせぬ形でサイエンスティフィックなファクトが積み上がってるから、これは結構いい流れかなってちょっと見てます、うん、そうですね。そっちの右上の積み上げでいかないと、一人の人が声を荒げるだけじゃ何も変わらないですよね。そうですね、そうだと思います。ははだから右上証言の科学者の力と市民の力の双方が業界を覆すだろうなっていうのは思いますね。片っぽじゃやっぱダメですよね。そうそう、うんうん、だから国民、科学者、政治家が一体となっていかないといけなくて、ね、タバコ、アルコールと癒着している政治家に対しては投票しませんとか、こういう活動をしていくことが大事かなと思いますね。そうか、うんですね。ちょっとそれはね面白いですよね。そういや面白い、面白いです本当に。このこれは右下証言だけでも相当面白いんですよ。各業界とか各政治家たちのいろんなドロドロとした歴史とか歴史、ね、歴史見れるから、これだけで小説にもなるだろうし映画にもなるなって思いながら勉強してます。なるほど、ね、そう。あと小田さん、やっぱこの謎なのがアメリカってやっぱすごいなと思うのが、うん、あの、はいはい、米国連邦政府レベルの法律と州レベルと自治体レベルでこの3層構造になってるのがまた複雑っすよね。あ、そうなんですか。そう、そう、さっきの自治体レベルっていうのはちょっと僕分かんなかったです。そう、米国連邦政府レベルで基本的に白紙瓶ってスケジュール1に入れられてるんで違法なんですよ。でもコロラド州、ワシントン州とかでは州の力によって違法じゃなくなってきてるんですね、はい、うん、でマサチューセッツ州自身は例えば以前これはカンナビスの時だったかな、うん、完全に違法だったんですけど、例えばマサチューセッツのハーバードがあるボストンの街だけ、はい、あの大丈夫になったりとか、なんかもうねちょっとこれってどういうことなんだろうって。でも連邦政府まで訴えかけられたら起訴されたら違法になっちゃうんだろうね多分ね、とかわかんないんですよ私も、ね、うん、どうなってんだこれ
これなんか本当出たとこ勝負になる感じでちょっと恐ろしいですね。うん、アメリカに関してはちょっとまだそうですね。うん、うん、あでもそうか、そうかそうか、州で違法起訴されなかったら上まで上がることないから大丈夫なんだろうね、コロラド州、ワシントン州。そっか、うちの州では大丈夫だからっていう州裁判所で全然大丈夫って言われるでしょうね、うん、あそういう立て付けになってるのかな。ちょっと私もこのアメリカの法律は詳しくないから全然わかんないです。うん、はい、でも多分そうなんだろうね。あそうだろうね。だからその例えば州で中に自治体があるじゃないですか、市があるんですよね、はい、とで市でもいい州、うんうんうん、ダメな州があってっていうね。これも分かりづらいな、分かりづら。え、州でダメな州だったら、そうかそうか、ダメなところであれだもんね、その、うんうん、市裁判所で罰則課せられておしまいだよね。そうだそうだ、うん、だって上に上がれば上がるほどあれですもんね、裁判も手続き大変になるし、うんうん、基本的には高等裁判所とかこっちまで上げてくんなっていう話じゃないですか、理想が限られてるから、はいはい、ちっこいレベルでやってくれっていう話なんで、だから自治体レベルで法律が違うっていうのも納得いきますね、それね。そうか、そう、まさにホームドクター制と同じで、日本が今回コロナでね、うん、あの病床足りないでワンワン言ってたのは、やっぱりその病気でも何でもない人が医者のリソース奪って診断される、風邪で喉痛いだけで病院行くとかありえない状況がこうあるから、オランダはこの間紹介したようにホームドクター制があるんで、貴重なお医者さんのリソース時間割くことなく町医者が見て判断するわけですよね。これもうまいですよね、やっぱオランダプラクティカル、うまいなー、すげー。最初私ギョッとしましたけど、まだもう早く中央病院行きたいんだけどと思って、町医者かよと。でも町医者のレベルもやっぱ高いんですよね。へー、いやこれでも制度がその人の個人のスキルとかレベルを決めるっていう節はありますよね。あります、勝ち残らないように頑張らないととか。そう、いやこれは本当にあると思いますね。だからそれでいくと浅田さんのおっしゃる通りで、制度が人のコンシャスネスの能力を規定するっていうのがあって、つくづく日本の制度は人の能力を抑圧するなって、もうめちゃくちゃ私問題視してます。そうなんだ。だってお医者さんとかももう死んでるじゃないですか、実際文字通り病気とかで忙しすぎて。なんで忙しすぎるのっていうと、やっぱもう制度仕組みがまず問題だからですよね。そう、あんだけ頑張ってそれでね、亡くなってしまったりとか、で医療ミスとかがあるとバッシングされるっていう、そうですね、もう悪循環極まりないですよね、制度上。うん、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 でこういうのもやっぱり海外に出て生活してみて、その国の法律とか調べると分かるんですよね、生活者として。いやこっち本当にそうだなと、こういうプラクティカルだなとか、あでもここはちょっともしかしたら問題あるかもねとかね、なんかそんなことも気づけるのも、うん、違うね、文化圏行くとやっぱ制度が違うし。そうそう、そっか、海外に行くとかこう見知らぬ土地で生活をするって、そういったところからの自然なフィードバックがどん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 頭にも体にも心も残っていくんですね。いやそうですね、生活者として生きるっていうのと、それは日本にいてでもこんな情報って調べるんですよ、うん、インターネット一発で。でも生活者意識があるのと単に観光客意識があるのと、別に観光もしてなくて日本にいてオランダの政策をちらっと見るっていう単なる情報の消費者だとは、もう全然その知識の獲得の度合いって変わりますもんね、うん、はあ、そっか、うんですね。これはなんか大きな話だったな。そう、ですね。うん。でも本当いろんな大学でね、もう本当研究結果が蓄積されてあって、ね、こう病院までこうそれ専門の病院とかもこう始まってるとかっていうことを聞くと、うん、そうだな。そうなんですよね。これワシントン州とかはもうあれですもんね。シロシビンマッシュルームセラピーの施設とか。トレーナー養成プログラムがバンバンできてて、ちょっと驚くぐらいですよね、ワシントン州。確かに、うん、これって資本主義に乗っかるときってどうなるんですか。あの一つご映像作品の中で出てたのは、うん、こんなしょっちゅう摂取するものじゃないこの何ですかね、一粒一錠をどういうふうに売っていくのかとか、うん、あ確かに、うわめちゃくちゃいい人ですね、渡辺さんそれ。いやそれはなんかものすごくクリティカルで、あのやっぱりまずは最初のフェーズにおいてはですね、
とにもかくにも今もうこうした白シビンとかの力を必要としている人が圧倒的に多いので、多分初期の段階ではその問いってあんまり困らないほど使用者たくさんいると思うんですよ。そっかそっか。でもどこかのフェーズは確かに渡辺さんのおっしゃる通りで、そんなレクリエーションでね前に摂取するようなものじゃない場合にっていうことなんですけど、でもやっぱりそれでも何でしょうね、1ヶ月に1回とか半年1回、私はなんですよこれ、個人的に私はもう本当に半年とか1年に1回、自分の目的がもう明確で、哲学的実存的霊的洞察を得るためだけに取ってるんですよ。それ以外は全く必要ないですね。そうか。でもそういう目的じゃなくて、ビジョンを知覚したいというような一般人って多分もっとたくさんいると思うんですよ。で彼らはひょっとしたら2週間に1回とか1週間に1回摂取するっていうことあるだろうし、あともう一個この間紹介したマイクロドーシングですよ、そっちはもっと使用頻度が高いんで、完全にもう資本主義モデルの中に入ってるんじゃないかと思います。うわー、だからマイクロドーシングだったらその、まあサポーターなる人がいなくても、うん、そうそうそう、まあ大丈夫みたいな感じですか。間違いないです、そっちは本当に。そっちはもうあのビジョン知覚するっていうよりもその一歩手前のところで認知機能がもうバリバリ働くような形になってるんで、サポーターいらないですね、絶対。ハイドースか、そうそう、ハイドースの時ですね、そう、通称ね、テレンス・マッケが述べたかっこいいと渡されてたヒーロードースです、ヒロイックドース、そうかっこいい、ね、英雄の量っていうね名前はねかっこいいけど、そう、英雄の服用量と。ただそれでいくと、ちょっとすみません、これでまたちょっと面白かったのが、うん、やっぱね、私もオランダにいながらも、やっぱまだまだ分かってないことたくさんあるんですよ。うん、それ何かっていうと、うん、オランダに関しては、さっき述べたようなハームリダクション的な、寛容な政策で取られてると。はい、で、うん、改めて、またマニアックなんですけど、オランダのアヘン法に基づいた、このソフトドラッグの販売に関する、条文とか読んでたら面白いことが分かって、これこのちょうど友人が先週言ってたんですよ、はい、メルビン友人が、うん、例えばカンナビスの THC 入りのものを葉っぱなのか何でもいいんだけど、法定の分量以上販売できないんですよ、コーヒーショップが。あ、5グラム、はいはい、なんかイメージつきますね。そうそうそう、うん、で面白いのが、一つの店で買えるのは5グラムなんだけど、店はしごしたら何回でも5グラム買えるんですよ。確かに。で、これ、すごい面白かったのが、メルビンがそう言ってたんですね。で、本当そうなんだと思って。でも、ポイントがあって、30グラムを超えて所持した場合には、カンナビスの売人と思われて取り締まられるらしいんですよ。ということは、5件、6件までだったら回れるってことですね。そっか、お一人様1本までですよの特売品を。そう、お一人様5グラムまでよっていうのがあるらしいですよ。ね、うん、でもそれ子供連れてきてね、子供3人ですって言って、で家にじゃあね、こういううち4人家族なんで、120グラム持ってても何も問題ないでしょって言っちゃいますよね。そうですね。あ、そうだわね。うん、確かに確かに。うん、だから1人5グラムまでだから、うん、まあこれ未成年は買えないんですかね。確か18歳以上だったかな、オランダね。うんうんうん、でも18歳以上の息子娘と一緒に3人で行けば15グラム買えるわけですね、うん、そうですよね。で、はしごしてったら1人30グラムまで持てるんで、3人だと90グラムまで、で90グラム超えてくると倍に扱いになる。ちょっと笑いました。あ、そうなんだと思って。これでも知らなかった、知らなかったなと思って。ほほほ、いやもう本当それはでも、うん、まあどうぞどうぞ。まあでも大事な政策ですよね、こう知識ない人が、うんうん、またもっと知識ない人にこう売っちゃうっていうのは、まあ、よろしくないですもんね。そう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 、そうですね、うん、確かに確かに、そうなんですよ、うん、まあ、抜け道というか大切なことですよね。そうですね、確かにね、うん、うん、いやこれ面白かったと思いました。面白い、うん、ですね。ということで、ちょっとあと一個何か渡るさん、白シビンもね今後何回も扱っていきたいトピックなんで、うんうんうん、ちょっとあと残り5分間ぐらいで、なんか他印象に残ってることとかあれば、白シビン関係。いや、白シビンでの印象は、テレンス・マッケナによる意識の出現に、うん、ハルシオジェン、うんうん、まあ、ここが関与していたんじゃないかなっていう、まあ、人類が、人類たるゆえになったのが、うん、この、ここはすごいなんか、なんかロマンチックに思いました。確かにね。映像作品上も、1万2千万年ぐらいの類人猿が、うんうん、荒野を歩きながらキノコ見つけてパクッと食べてね、そう、なんか意識に芽生えるところ印象的でしたね。うーん、確かに
これ確かに通称テネス・マッケルがね、ストーン・エイプ・セオリーって述べてるもんですよね。へぇ、ストーン・エイプ・セオリーか。そうね。だから、なんでしょう、石器時代の類人猿たちが、まあ、ホモ・サピエンスよりも前の人類が、こうしたものをこう摂取して、まあ、意識がこう、人間のような知性がこう初めて芽生えたんじゃないかっていうね、話でしたね。うん、そうですね。うん、これ本当私もロマンチックですよ。そう、でもこれは仮説なんですよね。あ、そうですよね。だからこれね、なんかあの仮説としてすごく面白いんだけど、じゃあ例えば、まあ、今その石器人みたいなのいないから難しいんですけど、いたら実験できたと思うんですよね。本当にシロシビマッシュルーム食べさせ続けてホモサピエンスなれんのかお前らってね、実験できたと思うんですけど今できないから。そうですね、そうなんですよ。うん、でもやっぱチンパンジーとかオランウータンがずっと取っててもホモサピエンスにはなれないような気がするんですよね。あ、そうか。そう、あれでもそういうことですよね。そうそう、だからホモサピエンスよりも一個前のホモなんちゃら、はいはい、うんうん、だったらば最後の飛躍でヒロシビマッシュルームの力わかるんだけど、お猿さんにずっと365日30年100年1000年取らせててなるかなって言うと、やっぱわかんないな。なんかあの文字を獲得してない中で取ってもあんまりしょうがないような気がしました。そうっすよね。文字、うん、言葉と言葉ってなんか書き、うん、やっぱりこう言葉を扱える動物っていうところにこのハルシュジェンが関わってくると、なんかこう新しいビジョンっていうのがこうなんですかね、うん、描けやすいというか。ああ、うん、面白いですね。そうか、うん、ちょっと私は少し違う仮説なのかな。だったらやっぱ文字を獲得できるのがホモサピエンスなんで、文字獲得前の人類がっていう話だと思うんですよね。そっかそっか。で、多分高校の時に文字の起源発生ともつながる話で、多分文字よりも先に幾何学模様的な知覚内的ビジョンがあったと思うんですよ。はい。でそれをなんとか形にしたいっていう形で壁画とか生まれたり、うん、壁画っていう絵はまさにビジョンと連続つながりじゃないですか。でもこの壁画をなんか音で表したかった類人猿がいたんじゃないかと思うんですね。で最初はウガウガみたいな説明 でそのウガウガみたいな声を多分どん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 それがまさにその発達の原理の再化と統合化で再化されていく形で言葉が芽生えたんじゃないかなっていうのがちょっと私の見立てですかね。はあ、いや面白いです。そっか、うん、そう、まあでも間違いなく言えるのはでもこれが相当の知覚内的ビジョンを見せるんで芸術の起源には間違いなくなっただろうし、はい、言葉の発生に大きな貢献を果たしてるだろうなっていうね。うん、いやそうですよね。そう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 ですね。まあ、でも本当なんかもう一つのトピックになっちゃいそうですけど、うん、このサイケデリックっていうものを扱うことによって、うんうん、初めてこう下証言っていうことのなんか関心が出てきたような気がします。あ、いいですね。特に右下、うん、素晴らしい。いや私だからこれはすごい効果があると思ったんですよ。なかなかインテグラルを学んでる人でも本当に盲点なんですよ、政治とか経済とかの下証言が。そうですか。はいはい。でもやっぱりこういうサイケデリックスってもう法律をちゃんと理解しないと人生壊しかねないしっていう重大さもあるからこそ、うんうん、逆にいけばこうしたサイケデリックスをきっかけに法律や制度政治に目覚めてくれるような学習効果も期待してるんですよね。いや絶対あるあるあるですよね。いや私もそうだったから、うん、うん、だって捕まって海外行けなくなったら嫌ですよね。いやいや本当そうなんですよ。いや本当本当ですよ、渡さんのおっしゃる通り。そうなんですよ。でさらにその渡さんのおっしゃる通りで、今度は同時にまた文化にも目を開かしてくれるんですね、他の国の。アボリジニこんな文化でこんな風に使ってたのかとか、シベリアのシャーマンすげえなとか、えオランダの文化、はい、薬物に取り巻く世界観ってそんなんなんだとか、たくさん学べるんですよね。たまたまですよ、本当。パンドラの箱です。うん、ということをちょっとこう思いましたかね、うん、はい。ではちょっと今日私からじゃあ最後ちょっとあれですか、はい、で渡さんに振りますね。で
ではですね、リスナーの皆さん、第24回の本編も聞いてくださりどうもありがとうございました。今回はですね、一応ここちょっと白シビンということで、白シビンについてもですね、少しこう触らせていただきながら、今後も、こうまさにその単語学習と同じでですね、何度もこう繰り返し触れていくことを通じて、一つ一つのサイケデリクスに関する知識が獲得されていくんじゃないかなというふうに、思います。で、前回もちょっとお話ししたようにですね、渡るさんと私もまだまだサイケデリクスのこれ研究中ですし、実際にその研究者もオンゴーイングでずっと研究し続けているので、サイエンティフィックなファクトも常にアップデートされていく。なので私たちがここで話していることもですね、鵜呑みにせず、ご自身の探究とかをまた続けていただければと思います。そして、冒頭でお話したように、サイケデリクスは日本では右下証言ではもうレギュレーション上ね、これはちょっと禁止されていますので、それについても最後にですね、ちょっと強調しておきたいというふうに思いました。ではですね、もしよろしかったら振り返りのセッションの方もですね、お付き合いいただければと思います。どうもありがとうございました。加藤先生、ありがとうございます。ありがとうございます。では、はい。本日もお聞きくださりありがとうございました。この成人発達コラボラジオというタイトルの通りですね、成人発達理論、そしてインテグラル理論を用いて、このサイケデリクスを探求するという姿勢、これによって、こう、今まで、例えばこれ、もし、私自身が左上、右上証言ばっかり大事にしてたんだけど、あ、これなんか下の証言の方も大事かもしれない。という新しい気づきをもたらしてくれる。やっぱりこう一つ題材があって、それをインテグラル理論と掛け合わせてみるっていうのが、すごいこう学習効果が高いなというふうにも思うので、引き続き探求していければと思います。もしよろしかったら、また放課後セッションまでどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ではですね、皆様どうもありがとうございました。ありがとうございました。